東京都立大学附属高等学校は、かつて東京都目黒区役も一丁目にあった都立高等学校。旧制7年制高等学校の府立高等学校尋常化を前進とする新生高等学校であった。府立一中内において尋常化を設置した7年生の府立高等学校として設立。その後、1943年に東京都制の実施により、 都立高等学校と解消。学生改革により、1948年に都立高等学校は、高等科が他の旧制都立学校とともに、東京都立大学となり、尋常科は都立新生高等学校に改組された。1949年に男女教学となり、1950年に東京都立大学府知学校となり、同年、 東京都立大学附属高等学校と解消した。都立高校前世紀にあっては、同学区の新宿高校や富山高校に次ぐ、進学校であった。都立大学の附属学校として、同じ敷地内にあったため、第二外国語としてドイツ語、フランス語の選択授業を大学教員が行っていた。また、他校に先駆けて理学部、工学部への推薦入学枠があった。2005年、 東京都の学校改革により、東京都立大学は、公立大学法人首都大学東京へ改組された。ため、東京都立大学付属高等学校は、制度上付属校でなくなった。定時制は、同年度限りで閉鎖。全日制の過程も、実質的に2006年度に新設された、東京都立桜治虫館中等教育学校へ吸収され、2010年度を、もって、 東京都立大学附属高等学校は閉行となった。2011年3月5日に閉行式典が行われた。自由と自治及び真理の探求を伝統的な精神としていた。府立高等学校以来の伝統であり、教育理念となっていた。府立高等学校の初代校長、川田正澄の理念、英国イートン校の教育方針である。 英国風の拡張を高い人物養成を軸に、日本の高等学校の伝統とする自由と正義を重んじ、真理を愛好する自主的な高校精神に基づいていると言われた。人間性を尊び、自由と自治を重んずる校風のうちに、知性と体位を向上させ、品位を投与することとしていた。ありがとうございます。